皆さんこんにちは。今日のスコッチはグレンドロナックオリジナル12年です。ハイランド地方のシングルモルトです。グレンドロナックはシェリーを知り尽くした職人がシェリーファンのために作ったようなシングルモルトです。熟成にはペドロ・ヒメネスとオロロソ・シェリーの樽を使っています。ペドロ・ヒメネスからの甘ったるい香りとオロロソ・シェリーから来るフルーティーな香りの両方を持ち合わせています。香りだけから想像すると甘いスコッチを期待しますが、味は意外にもドライです。甘さと複雑さを引き出すために水を少しずつ加えていくことをおすすめします。水を加えていくと味がレイヤーになって少しずつ現れてきます。水を入れると樽の苦味が出てくるものもありますが、これに苦味は感じられません。味が濃いめのこのシングルモルトはボディもミディアムからヘビーでフィニッシュも長めです。シェリーの余韻を十分に堪能できます。グレンドロナック12年には喉元が熱くなるような重厚な味と凝縮されたシェリーの香りがあります。このスコッチはイージードリンクというよりはチビチビと飲んでもらいたいシングルモルトです。グレンドロナックにはシェリーの美味しさがたくさん詰まっています。シェリーの風味がずっしりとくるこのシングルモルトは水や氷を入れることで微妙な味の変化を楽しめます。グレンドロナックはシェリーファンなら絶対に試してもらいたいシングルモルトです。